秘密兵器グランクリミナールが。グランクリミナール、確かに強敵だった。でも心の通っていない兵器に俺たちは負けない。そういうことだぜ。さあ覚悟はいいな。許せません許せませんわ。私のような高貴なレディがあなた方などに負けるはずありません。次に会う時にはギッタンギッタンに。もうお戯れはおやめください。シェス様、すべて演技なのでしょ。あら、もうバレてしまいましたの。演技ってどういうことです。大勢の前で感情をあらわにして悔しがるなど、今のあなたがするはずもありません。少し演技過剰でしたかしら。でも、敗者の遠吠えとは、ああいったものでしょ。あなた方も少しは留飲が下がったのではなくて？何を言っているのですか？今のはご褒美です。高慢なお姫様をギャフンと言わせてやるとか言っていたでしょ。なんでそのことを。でもご褒美ってのはどういうことだ。僕らはお姫様の手のひらの上だったってことかな。何それ、どういうこと？たった今あなた方が倒した魔導兵器、あれは私の秘密兵器などではございませんの。ディアネル帝国がオールドマテリアルの採掘を邪魔するために配置した兵器ですわ。ちょっとした油断をつかれて魔導兵器の侵入を許してしまいまして、採掘ができずに困っておりましたの。ではそれを排除するために私たちをけしかけて。そんな、騙すようなことをせずに頼んでくれればよかったのに。あら、頼みなんてしたら借りを作ることになるではありませんか。当たり前だ、こいつは貸しにしとくからな。何をおっしゃっているのかしら。あなた方が勝手に勘違いして勝手に倒しただけですわ。僕さ、お姫様みたいな人はすっごく好きだけど、騙されるのは好きじゃないんだよね。さて、どうしちゃおっかな。まあ恐ろしいこと。伝説の六竜と呼ばれるドラゴンの逆鱗に触れるのは本意ではありませんわ。どうでしょう、オールドマテリアルによってもたらされる濃密なマナをあなたにお分けするというのは。本当に太っ腹だね。じゃあそれでお城に光の龍骨碑でも建てようかな。ユピテルが買収されちゃった。ちょっと、伝説の六竜はまだここにもいるわよ。私にはどう落とし前つけてくれるのよ。もちろん、あなたにも報酬を用意しておりますわ。とても喜んでもらえると思いますの。何よ、私はユピテルと違ってちょっとやそっとじゃ許さないわよ。あなたへのご褒美は弟との仲を認めて差し上げることですわ。
今からあなたたちは姉公認の間柄というわけでしたよ。え？シェッサ、いきなり何を言い出すんですか？そうです。ムムも、こんな口車に簡単に乗るんじゃないぞ。お姉様、私、とっても嬉しい。そうでしょう。ユピテルもムムも完全に性格を把握されちまってるみたいだな。そのようだ。さすがの情報網と言うべきだろうか。私の子猫の凄さが分かったようですわね。この先期待してよくってよ。この先ってまだ俺たちに協力するつもりがあるのか？保護にするとは一言も申してませんわ。言ったでしょ、レディーは約束をたがえないとね。さて、私たちを邪魔する帝国の兵器も排除したことですし、宮殿に戻ってパーティーと参りましょう。人の金で食う飯は最高だな。二人ともほどほどに。ん？あれは。さあ皆さん、パーティーもクライマックスですわ。名残を惜しみながらのダンスタイムと参りましょうか。リーフ、踊ってくださる？一曲だけお相手させていただきます。騎士の義務として。あら、浮かない顔ですのね。私と踊るのはお嫌ですね。失礼しました。マイレディ、私にひとときの時間をいただけますか？そうでなくてはね。何か言いたいことがあればおっしゃったらいかがですな。今回あなたにはすっかりと騙され、手玉に取られてしまいました。それをどう受け止めればよいか自分でもよくわからないのです。騙されたことを憤る気持ちも、あなたの成長を喜ぶ気持ちもある。複雑です。その言葉が私への一番のご褒美かもしれませんわね。え？一言では言い表せぬ感情、それはずっと私が抱えていたものですもの。あなたにもこの気持ちを味わわせてやりたいとずっと思ってました。念願が叶った気分ですわ。出産。でもまだまだです。あなたのその感情の正体を考えて考えて、私のことが頭に焼き付いて離れないようにして差し上げますわ。それこそが私の望みですもの。出産様、そのような望みならとうにかなっておりますよ。なって、私はアルベリアの騎士です。アルベリアの近衛です。私には王族をお守りすることが全て。あなた方王族の姿が頭から離れたことなど一時もありません。あなたって方は本当に、まあよろしいでしょう。歯応えがなくてはやりがいもありませんものね。
勝ってみせますわ。最後には必ずあなたにも。ラストダンスはあなたとですわね。もうお馬さんになってもらえないのは寂しいですけど、お付き合いくださる？はい、姉さん、喜んで。ねえ、私たちのパーティーはまだこれからですわ。え、でもこの曲で終わりじゃ。このパーティーはそれで幕でも、宴は次々開かれますの。この大陸を舞台とする戦乱のパーティーは、王子も王女もドラゴンも魔人も巻き込んで。戦乱のパーティー、招かれれば断れず、自ら降りることもできない。そして踊り疲れた者は倒れて退場。それが王族たちのダンスですわ。姉さん、俺はそんな戦いを望んじゃ。宮廷では思いは口で語るものじゃありませんわ。情熱のまま踊り明かした者だけが全てを自由にできますの。踊り続け、勝ち続けなければ何も手に入らない。民を守ることも、愛する姫の手を引くことも、覚悟は決まりまして？姉さん、それが王族の定めだというのなら、俺は倒れたりしません。みんなを救うため、絶対に。いい顔ですわ。さあ、踊りましょう。時に身を委ねて。これは終わりのないロンド。最後にホールの中心に立っているのは誰？一つに、すべてに帰ろう。一つの我に帰ろう。純なるすべてに。さすがにニコも、どうやら限界のようだ。時が近づいてきたな。失われた時が、白日のもとにさらされる時が、忌まわしき血が絶望に落ちる時が、そして我が全てを手にする時が。Ha ha ha!